になったら、引きながらだんだん、目の高さまでに。はい、そのまま。次のステップは、フードの一番大切なことです。同じの姿勢で、止まります。体じゃなくて、心も、同じように、止まって、全部し、ビギナーのクラスですから、初めて日本語センターへ来た時ほとんど日本語ができませんでした。しかしこの5ヶ月間熱心に勉強しましたし、先生たちは楽しくていいでしたから、皆さんは日本語がとても上手になりました。私たちの日本語がどのぐらい上手になったかを聞いてください。最初のグループはビクトーさん、マックスさん、ジェスパーさんとシーモンさんです。この辺のスウェーデン人たちは私たちにももちゃんの物語を話してくれます。どうぞ。ももちゃんは忍者になりたかったんです。そして人間の生活を知ってみたかったんです。ある日、ももちゃんは急にもうちょっと急に取れました。そして起きた時、京都の車の様子木の動物が誰を食べてました。モムちゃんにとってその動物は化け物みたいでした。京都同士はとても危なかったから新庄河原町へ逃げました。その他にはこの店はすごく人気がある。週末で半分のお客様は外国人です。そして、はい、私たちの先生もハリソン・フォード役を聞いて飲みます。はい、私たちの家の人は本当にハッ今できます。うわぁいいよは、京都についてより深く学ぼうと決心しました。
たちは京都のお坊さんにインタビューしました。お坊さんからいろいろな話をお聞きし、私たちは信仰について発表することにしました。というのは、京都といえば伝統的なイメージ、お寺というイメージがあって、思い浮かぶのは代表的な町屋の景色です。そのきっかけでいろいろな町屋を訪ねて、集めた資料をもとにこの発表が出来上がりました。で、これから京町屋の歴史、について紹介したいと思います。町屋の形が、出来始めました。都会に住んでいた、人々、つまり町屋に住んでいた人々は町人といいます。町人の感情を見ると町は町の町で、人は人というのは、